どうもこんにちは。エジプタノートブックのアプリをエレクトロンで作るの続きです。今日は、前回の続きでこのエレクトロンプリファレンスっていうので設定画面を作っていこうと思うんですけども、偶然このエレクトロンプリファレンスを見つけたんで、これ使えばいいやって話になったんですが、もともとは自作しようとしていて、で自作するときにどうやって作ろうかなっていうのをちょっと考えてて、でなんかビューとかリアクトとかああいうやつを使ってやるようになっちゃうので、何を使おうかと思ってたんですね。で、ビューはちょっともういろいろやったんでもういいかなと思いつつあり、でリアクトもなんかリアクトとビューって似たようなもんなんで、あんまりなんかリアクトを今からやってもあんまり新しい発見っていうのがなさそうだなと思って、どうしたもんかなと思ってたらエルムっていうのを思い出して、でエルムっていうのがあるんですね。そういうこれはタイプスクリプトとか JavaScript でビューとかリアクトって書くんですけど、全く違う言語エルム言語っていうので書くとJavaScript に、トランスパイルされるっていうような言語らしくて、でちょこっとチュートリアルやったらなかなか良さそうな感じで、結構馴染みそうな感じなので、ちょっと別個でやってみたいなと思ったりしています。はい、で続きやっていきましょう。エレクトロンプリファレンスの、やっていきます。ですね、まず、設定画面作る前に前回だとここでオンレディでプリファレンスをただ出してただけなので、これ消しちゃって、でメニューに項目を作りたいと思います。ちょっとこれ邪魔だな。はい、でメニューはここですね。でちょっとここに書いちゃうとサブメニューでしょ、これサブメニューでどこにあるかっていうとここにあって、Mac だったらっていう判定があるので、ここにただ書くと Mac の時だけの話になっちゃうんですが、いいかと。ラベルかな？で、セッティングとしましょうか。で、オンクリックで、オンクリックかな？クリックかな？クリックですね。よいしょ、クリックで何かしますと。で、オンクリックでプリファレンスショーをしてくれというような形にして、で、セパレーターを入れてあげると。はい、こんな形にしてあげます。で、これは、Mac のメニューオンオンリーなので、他のプラットフォームに対応するときに対応するときに注意と。ToDo にしとくか。はい。こんな形で書いておきましょう。はい、でセッティングが出て、クリックしたらショーが出るはずなので NPM スタートしてみます。はい、でエレクトロンにセッティングが増えたと。でセッティングを押すとプリファレンスが開くと。はい、でこの中を変えていきます。でちょっと調べたんですけど、これで全機能がほぼ出てて、チェックボックスとか使うと思うんですが、これですね、フォルダーを選択するものはあるんですが、ファイルを選択するものじゃないんですね。なんでこうやって下っていくことはできてもファイルを選択できないんで、これ Jupyter コマンドを選択したいんですけど、 Jupyter コマンドそれ自体を選択できないっていう問題があって、どうしたもんかというのが1個あります。で作るべきものっていうのはここに、セッティングっていうのを1個作って、で中に、Jupyter ノートブック Jupyter コマンドのパスを指定するものと、
ノートブックを使うかラボを使うかっていう選択をするものを、2つ用意してあげたいので、今日はそこまでやりたいと思います。はい、でやっていきましょう。これだいぶ長いんで、だいぶ長いというか、ここのメニューの定義がすげえ長いんで別個に切り出したいんですけど、ちょっとまあ後でやります。あとあれですね、これもちょっとトゥードゥ書いておかないと忘れそうだな。型定義作ると、はい、これ型定義情報提供されてないので作る必要あります。まあ、ディセーブルをこのまま生かしておけば別に用意することはないんですけど、ちょっと気持ちが悪いので作れるんだったら作っちゃった方がいいですね。でセッティング、まあいいか、セッティングっていう中に作っていこうと思います。でコマンドパスが何かと、ユーズラボっていうのが、トゥルーフォルスっていいのかな、こんな感じですかね。はい、デフォルト値としてはこんな形で、欲しいですと。でオンロードはなんかいるのかどうか分かんないんですけど、まあ、ちょっととりあえず置いときます。で大事なのはこのセクションズですね。セクションズが大事で、デフォルトでセッティングしたんで、ここのセッティングになります。でここがセッティングにして、でアイコンですね、アイコンを、これがまたいいんですけど、アイコンをここから選べるので、これセッティングギアを持っていきましょう。いいのがあったと。はい、セッティングギアをアイコンにセットすると、サイドのアイコンが変わってくれると。でフォームの中のグループスっていうところに、いろいろ書いていくということですね。でグループスはドカーッと1個、こっちもドカッと1個、ドカッと1個って感じなので、まあいいのか。Jupyter セッティングとして、コマンドパスですね。でコマンドパスをどうしようかな、なんかテキストでもいい気がするんですよね。直接貼ってくれる方式、そうしようかな。ちょっと選択だとフォルダになっちゃうので、一旦ちょっとテキストにします。で、もう一個が、コマンドパスじゃなくて use ラボ、ラボですね。で、タイプが、タイプが何があるかというと、確かあった。ラジオ。ラジオかドロップダウンですね。ラジオにしよっか。ラジオってどっかであった。これですね。ちょっとこれをコピーって。コマンド必要ですね、これ。そして、オプションか。ユーズラボで、これを参考に。で、キーがこれで、タイプがラジオ。頭が小文字。で、ヘルプはちょっと置いといて。で、オプションがこれですと。で、オプションが、ラボを使うか、ノートブックを使うかで、ラボを使うんだと、トゥルーと。ラボを使わないと、フォールスかな。なんかユーズラボで、はい、いいえじゃないのがちょっと気になるんですが、まあこんな感じかな。ユーズラボ。Jupyter タイプ。まあまあまあいいか。はい。まあこんな形にしておきます。
で他の項目は全部いらないので消してしまいます。でこうかな、違うこうか、それでノートとかスペースっていうのは別のタブなので、これはいらないやつなので消します。よいしょよいしょよいしょ、はい、少なくなりましたね。セッティングセクションは1個だけで、セッティングでまあこんな感じであるという形です。あ、なんかエラーが出たけど大丈夫かな。はい、でこれで実行をかけてみます。はい、起動しました。でエレクトロのセッティングを開くと、プリファレンスでコマンドパスと、ユーズラボですね。でノートブックかラボか選べると。でコマンドパスを指定もできるというふうにできました。であとこれをちょっと次回やりますけど、次回やれるかな。Jupyter ノートブックを起動しているところですね、ここでやりたいんですけど、間違ったパスを指定したりしたときに、今あとはそもそもPyEnv が入ってないとか、 PyEnv が入ってるんだけど Jupyter コマンドがその環境には入ってないとか、そのローカルの時の選択されてる、バージョンには入ってないとか、そういう時に何もエラーが出ないっていう根本的な問題があるので、まずそちらの対応をして、で、エラーが出てんのかちゃんと起動しない理由は何なのかっていうのが画面に出るようになってから、さっきの設定を生かすっていうのをやりたいと思います。はい、ということで今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。